ごとくプログラムされた通りに行動するだけ、哀れな存在よ。でも私たちは炎の専門家、炎でディビジョンをウイルスを根絶させてペロが始めた仕事を終わらせるの。完全にクリーナーズの思想に染まってる。なんてこと。が見えた。アッパーデッキに移動したわ。最後の抵抗する準備をしてるみたい。過激派の典型だな。追い詰められてムキになってる。
昔の集まりだが、なかなか賢いところがある。アッパーデッキに行く方法がないか調べてくれ。
しい方向みたいね。コンリーは制御室にいる。覚悟はいい？終わらせるのよ。クレーンの炎、なんとかならないの？どこかに動力源があるはずだ。普通に考えればそいつを破壊するのがいい。あなたと私はほとんど同じ。ミッションと同様、私たちの目的は人々に繁栄をもたらすこと。でも無理にあなたにそれを言うことはできない。つまりあなたが生きてる限り、この邪魔になるんだ。動力源破壊、クレーン停止。何を言ってるか分かってるの？兵器を妨害する資格はないのか？今のは悪党の言葉で言うところのうまくやってるって意味ね。続けて。
スバルブを検知。それじゃぶっつけ本番だ。バルブを何とかしてみろ。あの女をあぶり出したわ。始末して。凄まじかったな。炎、爆発、殺人鬼、引いてるだけで胸焼けしそうだが、こういうのが好きなんだろ。よく頑張ったわ。クリーナーズの石油パイプラインを遮断し、コンリーを排除した。キーナーはもう彼女を使って JTF を狙えない。それに何と言ってもキーナー確保に近づいた。見事よ、エージェント。よし、やったわね。
時間か仮眠したい気分だわ。敵の放送を受信。